アンドレ・パナディッチは、クロアチアザグレブ出身の元サッカー選手。長身で、空中戦に強く、ディフェンスリーダーとしての統率力も高いセンターバック。パナの愛称で親しまれた。スキンヘッドの風貌が特徴。クロアチア出身のパナディッチは、母国のクロアチアのディナモ・ザグレブ、当時ドイツ2部のケムニッツァー FC や KFC、ユルディンゲン、ドイツブンデスリーガの名門ハンブルガー SV などで、 プレー。ハンブルガー SV 時代は UEFA チャンピオンズリーグ本大会にも出場。アウェーのスタディオデッテアルピで行われた試合で、ユベントスを3 1で破るなどの好結果に貢献した。2001年にイビザ・オシム監督率いるオーストリアブンデスリーガの SK、シュトルムグラーツに移籍。しかしレギュラーに定着するには至らず、わずか1シーズンで退団。 2002年6月に名古屋グランパスエイトに移籍。名古屋ではスリーバックのリベロとして活躍したが、2004年のナビスコカップのジュビロ戦で負傷し、6月に解雇された。試合中でもパナコールに手を挙げて応える愛らしさも好まれた。2005年1月にはオーストリア2部の FC ケルンテンのテストを受けたが、左膝の負傷を機に引退した。 2008年に08から9年シーズンから名古屋時代のチームメイトであったバスティッチが在籍するオーストリアブンデスリーガのラスクリンツの監督に就任することが発表された。ディナもザグレブ在籍中の1989年にユーゴスラビア代表に初選出される。ワールドカップイタリア大会のメンバーにもエントリーされたが試合出場はなかった。ありがとうございます。